ちゃ、こんにちは。さあ豊さん、はい、後半戦に入ったとはいえ、なんとですよ、残り試合がもう50ぐらいなんですよ。そうだな、あっという間ですよね、50試合っていうと。本当だな。そうなんですよ。なんかね、最近月が経つのが早くてさそう、たまに言ってますよね。どうなってんだろうと思うんだよ。あっという間にもうペナントレース終盤、はい、さあ A クラス入れるのかどうなるのかっていうところに来ると思うんですけれども、じゃあこのままではもう A クラスピンチだよ、危ないよという球団を今日はもうズバリ豊さんにセパともに挙げていただきたいと思います。予測不可能なことっていうのはもう何でも起こると思うんですが、まあ、それも全部含めて今日は徹底的に言っていただきたいと思います。んいいですか。そうだな、はい、もう本当に残り50ぐらいなので、はいはい、じゃあまずセ・リーグからこのままではちょっと危ないピンチだよという球団、まあ、DeNA かな。 A クラスいるんですけどね今、うん、ただ追っ手がいないからさ、なかなか追っ手の巨人もどちらかというとこのままではっていうような、うんうん、まあ、球団の一つだから、はい、DeNA が期間が長いんだよ、まったりしてる期間が、うん、本当だったら優勝できるようなチームだとこう加速していくんだけどさ、こっから、はい、よしもう一回行こうみたいな、うん、その加速感が感じないんだよね。それ加速感が感じないっていうのは、だからまったりしたムードがある。まあ、例えば広島を見てると生き生きしてるよね、はい、で西川がいない、でも西川が帰ってきたらまた加速始めるんじゃないかなって、もっとっていうようなことがあるんだけども、メンバーも変わらないし投手陣もそんなに大きな変化ない、うん、まあ、バウアーが入ってきてるからバウアーの力でなんとかなりそうな気もするけども、でも一人の力じゃ無理だし、はい、って考えるとやっぱ DeNA っていうのは危機感があるよね。そうですよね、投打ともにっていうことですよね。そうだな、うん、でね、職場の雰囲気ってすごく大事で、うん、職場の雰囲気の気が上がってこないっていうのはさ、なんかあるんだろうな、なんかドヨンとしたムード、そう、うん、これがこうバーッとこう回線になって勢いが出てくるとまた彼らもいい具合に行くんだろうけども、なんかこう勢いを感じなくなってきてるんだよね、うん、そこら辺の危機感はある。だからそれを変えるには、はい、7月っていうのは本当にホームランが少なくて、はい、起死回生みたいなのも打っててないし、でスタジアムでやってる割には打ててないというね、ここら辺でやっぱりこう欲しいのはオースティンであったり外であったり、うん、オースティンの破壊力、外のホームランを取った時ぐらいの打力、これが加わってくると勢いは出てくると思うけど、はい、なかなかやっぱり現状のまんま、じゃあどうやってで出していくんだろうっていう風になってくると感じるものが少ないよね。だから外からのこう新しくまた加わるとか戻ってくる選手たちで雰囲気をもう一新させなきゃいけない。だから刺激なんだよね、刺激が欲しい、はい、これからもっと疲れてくる選手もたくさんいるだろうし、西浦がね、はい、入ってこれが起爆剤となれるかっていうと、ヤクルトでも出てなかった選手だから、はい、やっぱ自分のことで必死だろうし、うん、ちょっとなーって思うよね。まあ、そうなってくるとやっぱりオースティン選手の破壊力、外選手の一発とか、うん、だからここら辺はね、まあ、例えばその佐野がファーストに入って、うん、まあ、エラーをして2点献上するとか、まあ、いろんなシーンもあったけども、だからここら辺西浦がセカンドに入ってセカンドの牧をファーストにする、おそしたら守備は非常に固められるんだよね、はい、まあ、例えば牧なんかファーストやらせたら抜群うまい選手だしね、で西浦もセカンド守れるっていうことを考えて打ってくれればさ使えるようになるし、これが一つの起爆剤になるかもわからない。で佐野は安定的に使うとしたら、まあ、レフトが、まあ、一番やっぱり彼も安心してできるところだと思うんだよね。だから彼のバッティングを生かすためにもそういうふうにできれば、はい、でもそこを期待するかっていうとちょっと期待もできないよね。なかなか西浦もヤクルトで出た選手じゃないだけにね、はい、俺が思うにはオースティンとかソト、はい、この2人がどう打線に絡んでくるのか、うん、まあ、そしたら使いたい選手も使えなくはなるかもわからないけども、うん、そこにやっぱかけるしかないんじゃないかなっていうような、うん、優勝を取りたいのか、はい、3位でいいのか、現状で、うん、いいのか、クライマックスで勝てばいいって思ってるのか、うん、やっぱ優勝でしょ、はい、そしたらある程度前半頑張った選手でも犠牲にならなきゃいけない選手っては多分いると思うんだよね。だからここら辺をどうやっていくのか、オースティンが使えるのか、うん、外が状態が戻ってるのか、
まあ、ここら辺っていうのはすごく大きいと思うな。あ、じゃあそこにかかってるかもしれないですね、うん、だから投手陣っていうのは今永が勝てる、バウアーも俺は勝てると思ってるんだよね。だあと続くピッチャー、はい、まあ、石田とかもいるけども、だからまあここら辺2枚ではね、夏場ってやっぱある程度打ってくれないとさ、はい、勝ちっていうことは見えてこないと思うから、はい、まあ、そこら辺の2人がどうなのかっていうところがちょっと問題だな。後ろはどうですか。まあ、後ろもな、言ったらキリがないからな、まあ、あの山崎康明投手がやっぱり後ろを外れたっていうところで、うん、最後まで外れて使うのか、どっかでまた後ろに戻すのか。いや、これを戻せるようにしなきゃいけないよね、多分。それは例えば7回とかで8回とか使いながら状態良くなってきたら戻すっていうことになる。いや、もう1回リフレッシュさせてもいいと思うんだよね。あ、もう外す、うん、で彼はやっぱりモチベーションとしたら抑えじゃないと、うん、モチベーション保てないと思うんだよね、もうあの年になってくると、うん、そうなってくると一回外してリフレッシュさせてやってもいいし、その間エスコバーでもいいからもう抑えにしとくとかね、はい、そういう風にしないとちょっと苦しいかなと思うんだよね。現状のまま優勝を狙えるかっていうと、何か変えていかないと多分優勝はないと思うんだよね。おー、厳しい。そうか、うん、だから、まあ、そこら辺でどう変えていくのか、変えていったらチャンスはまだまだ残されてるから、はい、だから残り50試合、そうだな、勝負どころはやっぱこう40切ってぐらいからかなと思うから。でももう迫ってますよね。猶予がないよ、猶予がないんで、うん、だからまあそこら辺でどう考えるかだな。そうですね、 DNA がね。そうですね、そこは首脳陣含めてってところもありますしね、うん、でもう一球団はやっぱ巨人っていうのも、ああ巨人もですか。これ現状のままだったらもう現状のまま終わるよね。 B クラスで終わりっていうことですか。うん、いや、そりゃそうだよ、はい、計算が立つピッチャーって戸郷しかいない。まあ、そうなんですよね、うん、そうなってくるとやっぱ打つしかない、うん、であそこはホームランで勝つチームだから、はい、だから坂本がいつ戻れるのか、丸もいる、ブリンソンもいる、うん、この3人がどういう形でメンバーに戻ってくるかだ。で、破壊力を増すかだ、はい、ただ戻ってきたんじゃダメってことなんですか。もちろんもちろん、うん、これはホームランを打てる条件で戻ってくれないと、はい、見てみ、ホームランが出てるときは勝ってるから、はい、秋広、吉川とかさ、バンバンと打ったときは勝ってるんだよ、うん、でね、やっぱホームランが出るとあそこのチームは盛り上がるんだよ、はい、だから岡本が打たなくても他の選手が打ってもホームランだとわーっと盛り上がれるんだよ、うん、で勝ちに持っていけるんだよ、で雰囲気を変えられるんだよ。だからそうだな、ブリンソン、はい、丸、坂本、これがどういう形で戻ってくれるのか、でウォーカーを入れるのかとか、ね、厳しい試合の時にそうですね、うん、だからウォーカーなんていうのは、まあ、代打でも、まあ、打ってやってる時はあるけど、はい、でも安定的に使ってあげないと、うん、やっぱこうバッティングはね、はい、期待はできないな。あとはやっぱ中田翔だな。今状態が万全ではなくて、中島選手がファーストをやったりしてる。そうではなくて、もう完全にファーストで残り全試合出るぐらいじゃないと。あ、だからもう状態が良ければね、うん、ちょっと背中痛めてね、あれだけど戦列を離れたりとかいろいろ出たり出なかったりすることもあるけどさ、うん、そういうメンバーがやっぱ揃って初めてジャイアンツだよな。だから今はもう本当に必死で食らいついてるっていうような現状だと思う。そうです、ね、うん、じゃあその戻ってくる選手たちが額面通りの仕事をしてくれて A クラス行けるよねっていうオーダーって、例えば組むとすると別に1番からじゃなくていいんですけど、まあ吉川が1番でもいいよね、うん、セカンド、はい、うん、で坂本が入る、ショート、はい、うん、で3番に秋広、まあ、秋広選手がこの場合だとレフトなんです、ライト、まあどっちでもいい、どっちでもいいです、うん、で岡本でしょ、サード、はい、うん、で中田、丸、大城、丸選手、はい、うん、丸選手、で右左ではブリンソンとか変えてもいいし、あ、センター、はい、うん、だからまあそういう風になったら、まあね、大城とかね、うん、だから大城が5番打ってるけど、はい、今ね、でも大城がキャッチャーをやりながら5番っていうのはやっぱ彼は5番打てるぐらいの能力は持ってる、うん、はい、だけどキャッチャーをやらすという意味では7番とかそういうところに置いときたいよね。そうですね、うん、負担っていう意味で。じゃあ丸と大城絶好調時に、じゃあどっちを上の打順で使うかって言ったら丸じゃん、はい、ね、大城を7番ぐらいとか、はい、理想は8番ぐらいにあのバッターを置いとけるぐらいの打線が組めるんだよ、メンバー的には、はい、そうなってくるとジャイアンツの追い上げ体制っていうのは出てくる。
そっか、だから逆言うと大城選手が6番を打ってるような状況ではなかなか厳しいよ。5番とかね。5番とか、はい、打ってるようではやっぱ打線としてはちょっと弱いよね、うん、だからこれは危険な状態にあるということ。大城5番でもいいんだよ、全然いいんだよ、うん、彼はやっぱ打つ能力っていうのは俺は高い評価をしてるし、はい、でもそれを押しのけるぐらいの選手はいるでしょって、うん、他にも、まあ、中田選手、丸選手ですね、本来なら、はい、いやそしたらやっぱり彼らの方が打てるよねって、うん、そこの2人が打てないとダメでしょってことになるんですよね。いやだからそういうふうなメンバーを組めない限りちょっと危機感があるよ。じゃあ坂本選手なんて怪我明けじゃないですか、まあ、丸選手とかはやっぱりちょっとまあコンディション不良だったり、でもその坂本選手が、はい、戻ってきましたで一時好調になりましたけど、あそこにすぐ状態が戻っていけないとこれも厳しいということですか。いや厳しいよね。いやだから丸と中田って同時にスタメンっていうのは今年ほとんどないんで、どちらかが入るとどちらかが外れるというような、なんか磁石みたいですね、 NN とか。そうそう、だからこれがやっぱ揃ってメンバーがバチッと決まってくると打順も組みやすいし、はい、破壊力はものすごいあると思う。これならば少々例えば中継ぎで点を1点2点取られたとしてもまた逆転してくれるだろうっていう試合展開にありますよね。だからまあセ・リーグで言えばやっぱもう DeNA は外国人をどういうふうにメンバーに入れてきて、まあ、今までこう頑張ってきた選手は犠牲になるかもわからない、誰かがね。だけどもホームランがなくてやっぱこう点が取れなくなってる、で連敗してる時なんか2点しか取れないみたいな、そういうような状況ではあの打線の力がするとそんなことは絶対起きちゃいけないみたいな、そんな数字なんだよね。だからホームランがないからじゃあ結局負けてるのかなっていうふうに思うと、オースティンだとか外とかそういう力っていうのはちょっと必要になってきてるなと思うよね。そうですね、起爆剤欲しいですね、うん、それとやっぱジャイアンツはそのいつベストメンバーを組むんだっていう感じ、原監督なんかね今年なんか一回たりともベストメンバー組めてないと思う。いや辛いと思うよ。だからこれは忖度とかじゃなくてはい、はい、もう本当ね、原監督の見方すると、うん、同級生の見方すると、うん、忖度だって言われるんだけどあれだけのメンバーがいてベストメンバーを組めればこんなことはないと思う、うんうん、だからいつメンバーを組めるかどうかね。そういち早くですよね。でもいい位置とは言わないけどまだ戦える位置にいて、うん、ほんでまだメンバーが歯抜けになってるって、うん、ここがパンとはまれば、はい、破壊力は増してくると。そうですよね。俺は怖いよ。どっちもピンチですけど裏返せば逆にはまれば行くよっていうチームの2チームでもあるってことですよね。 それとやっぱ門脇っていうのはいい経験もしてるし、うん、増田大輝だとか、はい、あとは、まあ、重信だな、うん、もう足のスペシャリストをずらっと並べてベンチに置いとくんだよ。はい、そしたらここ1点って言った時には原監督がやりたい野球ができるようになるよ。あ、足で1点っていう。そう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 。だからこのままだとやっぱ危ないな、 DeNA も巨人も ね。ただ DeNA は今上にいるだけに追っ手が巨人だから今のところは安閑としてられるというか、そんなに危機感がないというか上を見てられるというね、はい、いうような状況だけど。逆になんか台風の目になりそうな一回。ああ中日だよお前。おお、あ、まあそうでしょうね。あのね、DeNA もホームランが出なくなって得点力が落ちてる。で巨人はホームランで勝つ。バンテリンを持ってる。うん、ピッチャーがいい。はい、そしたら絶対勝負になってくるんだよ。おお。でなかなかあそこのピッチャーっていうのは優秀だから。うん、はい。それ小笠原、高橋、広と。柳、中地っていうのが、はい、これは本当に投げれるようになったとしたら。うん、そら嫌だよ。そうですね。そらで打てるようになってきてるしな、はい、で勝負強くもなってきてるからさ、そら台風の目って言ったら中日になってくる。おお、だから最後みんな中日との対戦残してるよねってチームは嫌になってきますよね。やっぱね接戦になるっていうのが嫌なんだよやっぱ、はい、うんうん、ヤクルトっていうのは打ち合いになるんだよ、はい、大体がね。そしたらピッチャーがいい方が最終的には勝つんだよ、うん、だから打ち合いに持ち込めたら得意な分野じゃない、はい、DeNA も巨人も、うんうん、ね、それはもう打ち合いになったら負けないみたいな、うん、でも投げ合いになったら不安だろ。
不安ですね。巨人も DeNA も後ろが今ちょっと不安なだけに、向こうはマルティネス持ってるから、そう最後もねいるんですよ、ね、すっごい壁の方鉄壁が。いやだからそれは中日はやりにくいと思う。あじゃあ本当中日がちょっとね台風の目というか目になると思う、なりそうですよね。いや本当本当。じゃあパリーグ、パリーグこのままではピンチ危ないぞ。まずやっぱロッテだな。ロッテか、やっぱ佐々木朗希がいなくなったっていうのは怖いよこれは。そうですね、うん、どんな連敗で来てても佐々木朗希だったら止めてくれるっていうね。ただ佐々木朗希が投げてる時っていうのは援護点が少ないんだよね。そうですね。だから負けもつく時はあったにしても、でも佐々木朗希だったらなんとか勝ちゲームに持っていけるよね、うん、このピッチャーがいなくなったっていうのはさ、うん、ちょっと苦しいな。どう穴埋めるにも埋められない、どうすればいいんですかね。だからトレードっていう期間はもう過ぎてるかもわからないけど、あそうか、いやだけどどうかしないとな。これそうですね。だからその佐々木朗希投手がやってたところをオープナーにするとか。だから開幕前に佐々木朗希今年1年使えませんって言うんだったら話は別なんだよ、はい、別にそのやりくりっていうのはいかようにもできるというかさ、うん、でも途中でいなくなってしまうっていうのはさやっぱ辛いよな。これ仮にクライマックスシリーズとか日本シリーズってなった時にいない可能性の方が大きいわけですもんね。さらにその頃には間に合わせない万全に感じですか。まあ肉離れ、疲れも何にもないみたいなバンバン。いやだけど佐々木朗希がいなくなるっていうのは結構な衝撃だと思う。そこを埋められる投手ってなかなか、だからまああそこら辺もその野手はね一生懸命つなごうとするし、うん、山口とかポランコとかホームランも、まあ、ポコポコ出すけど、試合がいなくなるっていうのは相当苦しいと思うよ。そうですよね、うん、であと美馬投手がね今シーズンちょっと良くないっていうだけ、やっぱそこも心配になってきた。ちょっと良くなった時期もあるんだけど、やっぱ今年はなんかこう勝ち運がないな。そうですね、うん、そうだし、だからちょっと苦しいと思うよな。じゃあそのピンチにならないようになるにはどういう要因がそこに加われば大丈夫ですか。西野が負けないとか、うん、種市が絶対負けないとか、うん、まあそういう条件付きになってくるよね、まあ、いわゆるメルセデスが投げたら勝てるとかさ、勝てるとか他のピッチャーでそこを勝ちを補っていくしかないってことですね。だから美馬が本来の調子を取り戻して勝てる投球ができるようになればね、うん、まだしも、うん、今年の場合はあんまり良くないしな。点取られてますからね、うん、だからちょっと苦しいかもわからんな。そうですね、うん、危ないな、はい、あと他にはありますか。日本ハムだな。日本ハム、うん、このまま負け続けて、うん、他のチームも日本ハムだけは絶対負けられないぞっていうような戦いをされた時に、星を拾うにどこで拾ってもいいんだよね。例えばそのエース級を全部吸い込んでこられるとやっぱ負けれないっていう風になってくると、あー、まあ、ローテーションもねそんなにね都合よく変えられないんだけども、でもそうするとやっぱ新庄監督が昨年1年間こういろんな使い方をしながら適性を見ながら選手を成長させた、今年数字が残らなかったらもう一回一からになっちゃうんだよね、そういう選手たちっていうのは。そうなってくると何のための1年だったかなっていうような、そんな感じになる危険性があるという、はい、うん、ここら辺はもう選手をもう引っ叩いてでもケツ叩いてでも、うん、もうやらせて最後までもう諦めないで戦わせることができるかどうか、うん、まあ、ここだと思うんだよね、はい、うん、でやっぱり投手陣も打ってくれないと吐き出しちゃうよね。そうです、ね、おっしゃるせっかくクオリティスタートしてるのにとか、せっかく抑えてるのに勝ちが取れない、うん、そうなってくると粘りという意味では切れてしまいそうな気がするよね、あプツンと。いやだから今年の成績、チームの成績も悪い、おっしゃるもう今年無理しなくてもいいかっていう、こう諦めムードになってくるのが一番怖いよね。はい、まあ、新庄監督はそういうことは絶対させないとは思うけど、うん、まあ、そうやって見えた選手はボンぶった切ると思うけどね、うん、だけどせっかく昨年撒いた種がねつぼみになりかけてるのが枯れてしまうというか、咲く前に、まあ、そういう危険性は今のところはあるな。そうですね、あとやっぱり一時期4位までいけて A クラス見えるんじゃないかっていったところからの最下位で、その選手たちのモチベーションっていうのがあとこっから切れちゃうんじゃないかとか、まあ話してたように、そのとりあえずね、うん、チームのことなんか考えられるような余裕のある選手っていうのは、うん、松本剛ぐらいだろう。あ
そしたら個人のね成績をもう考えた方がいいよ。例えば、まあ、万波選手だったりとか、もうホームランを取りに行くぐらいのつもりでやってほしいし、うん、はい、清宮っていうのはもう3割打つぐらいのつもりでやってほしいしね、うん、はい、まあ、そうやってやっぱりモチベーションを保ちながらチームに貢献していく、うん、はい、まあ、そういうことをしていかないと、うん、やっぱなかなかやっぱこう宙ぶらりになっちゃうと、うん、はい、つぼみが枯れちゃうというね。もったいないですね。そう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 、うん、そしたら一からやっぱ立て直しをしなきゃいけなくなる、うん、来年ね、まあ、そういう危険性は秘めてるよな。そうですね、まだね、うんうん、だから頑張れって思うけど、まあ本当に素質のある、はい、選手が多いだけに、うん、このままでは終わってほしくないしね。そうですね、うん、今は何やってんの。もう張り切りすぎちゃって、この前勝った時はお前歯むき出しで喜んでたけど、お前出てないやないかいってそもそもいや本当になんか今川選手も、ね、上がってきてね、いきなり4番だからお前気負っちゃうよね。そうですね、気負っちゃう。それじゃなくても気負うタイプなのに余計に気負っちゃいましたね。そう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 ですね。いやだからもう本当に素質豊かなね、うん、選手がいるだけにこのまま終わったらすごくもったいない気がするな。ですね、うん、じゃあパ・リーグ最後に台風の目になりそうなチーム、まあ、台風の目っていうかさ、うん、やっぱ西武だな、うん、台風の目でもね実力があるから。もちろんそうですね、うん、はい、あそこの投手陣を、うん、なかなか打ち崩せないというね、はい、そういうことはあるだろうね。だからその上位でいるチーム、なんとか上位に入りたいチームが西武と当たったときに、例えば今井投手だったり高橋光成投手と平投手って来たとき、どういうピッチャーをじゃあ、いやもうそれはもう当てていくしかないんだけども、でもどうやって点を取るかということを考えないとね。それは交代したときを狙うのか、それとも最初から攻略していくってことですか。いや中継ぎもなかなか優秀だからあそこは。おー難しいですね。いや難しいよ。だから本当にあの西武とか当たるときにはやっぱこう向こうはあんまり点が取れないということはね、うん、まあ一つの救いで西武はね、はい、今まだね、はい、これが取れるようになってきたら本当大変なチームになるよね。そうですよね。各チーム、うん、上位狙ってるチームたちが非常にもうマークしなきゃいけないチームになってきますもんね。いやだから本当に残り、ね、50ぐらいであっという間に多分もう残り20、残り10試合ってなってくると思うんですけれども、そうなった時に今挙げたチームがどういう状態でいてどういう順位にいるのか。まあそうだな、うん、まあ、こっからが本当に面白いからね。いやそうだね、カウントダウン入ってくるとね、月間切れそうになってやるよ。あ向こうも見てる方もそうですけど、ね、見てる方も楽しいけどね。そうですね、だからあの1試合勝っとけばとか、あの1試合引き分けてればとか、そういうことって出てくるので。いやもうあの1試合ってあの1球になってくるかもわからんな。そうですね、いや本当にこれから緊張感が増してくるからね。そうですね、まあ、耐え切ったチームが優勝するということで、はい、そうですね、はい。